では1級の練習問題やっていきましょうかね。で、問いの54からです。長距離航行中の注意事項について述べた次の文のうち適切でないものはどれか、まあ、×を探してくださいということですね。括弧の1、各計器の始動、エンジンオンおよび振動の変化を常に監視し、エンジンルームを定期的に確認しなければならない。いいんじゃないですか。では括弧の2、夜間航行中、市街地の沖合を通過する場合は、他船の灯火と陸上の街灯を判別しにくい場合があることを考慮しなければならない。いいんじゃないですか。括弧の3、他の操縦を交代できる者がいない場合は、できるだけ休憩を取らずに操縦しなければいけない。いや、休憩取った方がいいんじゃないですかね。ということは、これが適切でない可能性はあると。では次、括弧の4。定期的に船への確認を行い、コースラインからのズレを早めに修正しなければならない。いいんじゃないですか。ということは、答えは3番。適切でないものは3番であると。では次、問いの55。渦。ある日の日本付近の地上天気図である。この気圧配置の特徴について述べた次の文のうち、適切でないものは次のうちのどれかと。分かるところからいきましょうね。この特徴が簡単に言った帯状高気圧と呼ばれているということで、まずは2番は正解になります。あとは天気が高気圧が重なり晴天が数日にわたって続く、この2つは分かる可能性は高いんですけどね。あとは、まあ、1か3かが嘘をついているということなんですけど、まあ、春と秋によく見られる気圧配置である、まあ、覚えてる人はこれが正解にはなって、太平洋側の広い範囲で南寄りの強風が吹く、高気圧がもうちょっと下に入れば分かりますけどね。ということは3番が不正解、まあ、3番が間違いなので正解は3番ですね。問いの56。大間青森県における5月4日の潮汐について述べた次の文のうち正しいものはどれか。ただし潮汐表によると大間の標準高、これが八戸で、潮汐はプラス10ミニッツ10分ですね。潮降比は 0.60。 八戸の当日の潮汐は雨表の通りであると。ということで括弧の1、午前の降潮時の潮、潮降は72センチ、午前の潮が高いときこれでかける60なんで、72センチメートル、うん、合ってますね。まあ、全部やりましょうね。午前の定潮時の潮時、午前の潮が低いときはこれでこれ、これプラス10分なんで9時43分ということはこれは間違い。午後の高潮から次の低潮までの調査、午後だから115引くの55ですね。60センチである。午後の高潮から次の低潮までのさ60センチ、あ、そうそう、60センチかけるのですからね、 0.60 でやらなきゃいけないで、これは×ですね。当日最も海面が低くなる時の潮高は33センチである。海面が最も低くなる時は10センチなんで、かける60、まあ、0.6 かければ6センチになるので、これも間違いである。じゃあ正解1番ですね。次、問いの57。日本国内の港に停泊している衛星の船長、次船の南方にある台風の圏内に入ったことを知り、気象の変化に注意を払った結果、この台風の進路はほぼ北北東であると判断した。この時の進路を予想する上で勘案した要素として適切でないもの、嘘つきはどれかってことなんで、暴風圏内に入って北北東に進んでるってことで、まあ、船がいるとして、こ
これはバイスバロットすれば東の風が強くなってきたってのは分かるし、台風の進路上にいるってことは風向きは変わらないし、気圧が次第に低下してくる、まあ降下してくるっていうのは分かるはずなので、まあ答えはこれになりますね。1番、雨が断続的に降っているっていうのはもうこれで判断はできないですね、ということです。では次、58、次の海難事故について、 A 丸船長が海難事故を起こすこととなった原因として最も重大と考えられるものは人のうちからどれか。船外機を装備した装備したクルーザー型のヨット A 丸の船長は友人2人を乗せて釣りをするために軽流港を出港した。その後、軽流港の沖合で釣りをしていたが、あまり釣れなかったので、南西方向にある海岸から約50メートルの沖合のポイントまで帆を上げず、船外機を使って移動することにした。目的地に近づいたので、同乗者に船首で闘病を用意させ、まあいいですよね、船首で。白波が立つほどの岸に向かう風が吹いている中、船首を海岸方向に向けて右舷船尾より風を受けた状態で闘病しようとした。ところが、闘病のためエンジンを中立にしたところ、すぐ風下となる海岸方向に流れたため、闘病を一旦中止し、エンジンを更新にかけて沖に向かおうとした。しかし、力の弱いヨットの船外機ではなかなか沖に向かうことができず、そのまま風に流されて遠浅の海岸に乗り上げてしまった。で、原因としては、まあ風圧流に対する判断が不適切、闘病予定地点の選定が不適切、エンジンの使用方法が不適切、周囲の見張りが不適切であったと。そうですね、船首側を、まあ、こういうふうに止めてるってことなんで、まあ、こういうふうに止めたんですかね。で、アンカーを打っちゃうとこっちに流れますよね、普通に。風を受けて、まあ ここにアンカー打ったとしてもこっちに流れちゃいますもんね、船は。ということで、まあ、基本的に風圧流に対する判断が不適切であったということが原因ではないですかね。では問いの59、ディーゼルエンジンの警報装置について述べた次の文のうち適切なものはどれか。括弧の1、冷却水温度。警報装置は冷却水の温度が異常に低い場合に警報を発する。これ高い場合ですね、ということはこれは×。冷却海水量。警報装置は冷却海水の取り入れ量が異常に多い場合に警報を発する。少ない場合ですね。潤滑油圧力警報装置はエンジンオイルの圧力が異常に高い場合に警報を発する。低い場合ですね。充電警報装置はオルタネーター発電機が発電していない場合や過電圧の場合に警報を発する。まあこれは間違いないでしょう。4番です。では60、エンジンの運転中にはオイルパン内のオイル量を計測しない方が良いとされる理由として適切なものは次のうちのどれか。オイルレベルゲージがカムシャフトに当たるため。違いますね。エンジンオイルの量を正確に測れないためです。これが正解です。オイルに空気が混入して乳化するため。乳化するのはあれです、水が混入したら乳化しますね。オイルパン内のオイルの圧力が低下するため。ということは答えは2番になります。では問いの61、点火プラグの交換について述べた次の文のうち適切なものはどれか。括弧の1、発火部が黒く湿っている場合はガソリンに浸した後に電極隙間調整をする。これガソリンに浸す前に金属ブラシで掃除しないとダメですね。ということはちょっとそこを飛ばしてるんで×になってきます。発火部がきつね色、また薄いネズミ色に焼けている場合、交換は必要である。必要ないですね。
要ないです。カッコの3、発火部が真っ白で粒状のものが付着していれば正常で交換の必要はない。これはもう異常ですね。交換の必要はあります。高校時間や使用時間に応じて定期的に交換するため交換時期を記録しておく、まあ、これは普通です。第4番が正解になってきます。では問いの62、船内外気栓、あ、違った、船内気栓の動力伝達系統について述べた次の文のうち適切でないものは次のうちのどれか。括弧の1、プロペラ付近にはプロペラ等を電飾から保護するための防触亜鉛が取り付けられている。正解です。丸です。停泊中、停泊中ですからね、停泊中はスタンチューブから水が侵入しないようにグランドパッキンを閉めておく。正しいです。プロペラシャフトはプロペラナットで船体に取り付けられている。これプロペラナットってプロペラつけるナットですからね、これ間違いです。スタンチューブ内面のプロペラシャフトの軸受けにはカットレスベアリングが使われている。これは丸です。ということは正解は3番になりますね。では次63です。航行中船内気栓ディーゼルエンジンが不調の場合、その原因と考えられる原因について、状況と考えられる原因について、処置について関係を示した下表のうち適切でないものはどれか。括弧の1、エンジンの回転が不安定になり停止した。まあ原因として燃料フィルターが目詰まりしてますよと。で、処置としてそのフィルターを掃除して異物を取り除いた。いいんじゃないですか。スロットルレバーの操作しても出力が十分でないということで、この方考えられる原因としてターボチャージャーのエアフィルターが目詰まりしているので、とりあえずエアフィルター掃除しました。うん、いいんじゃないですか。何の前触れもなくエンジンが停止した。燃料系統に空気が入り、空気燃料噴射ポンプが作動しない。セジメンタ下部のドレンプラグを緩めて混入している空気を抜く。これセジメンタの下部のドレンプラグを緩めても水しか抜けないですね。空気を抜きたければ空気抜きを行うっていうことで、プライミングを行わなければいけないということは、これは×ですね。ということが今のところ、これが×なんで。冷却性水は十分あるのにオーバーヒートする。オイルパンナの油量が減っているということで、予備のエンジンオイルがあれば補充して低速で起降するということは、適切でないものは3番になります。では次、問いの64、ディーゼルエンジンの排気ショックについて述べた次の文のうち適切でないものは次のうちのどれか。燃料噴射弁のノズルが詰まって燃料油の噴射圧力が低下すると排気が白色になる。これ×ですね。負荷がかかると基本的には黒色になるので、これが今のとこ×です。では括弧の2番、ターボチャージャーのエアフィルターが汚れて吸入空気が不足すると負荷がかかるんで排気色が黒になる。正解ですね。エンジンに高い負荷がかかった状態で運転すると、負荷かかってますからね、燃焼効率が悪くなり排気が黒になる。ピストンリングが摩耗してエンジンオイルがシリンダー内で燃焼、オイルが燃えると白になる。正解ですね。ということは答えは1番になります。